です。ただいま7時40分でございます。今日朝から猫が俺のおでこをあのザラザラした舌で舐めて起こされました。パンクを、というわけで今日もパン食います。いただきます。最近ね、最近っていうか寒くなってきてからはね、一応もう寝室に猫入れてやってるんですけど、朝からね、ほんと3歩ですよ。うん、頭をガリガリこう手でやってきたり、まあ、舐めたりは結構地味やねんけどな、痛いから。机の上のものを落としたり、携帯落としたり、起こそうとするんですよ。毎朝ですよ、7時ぐらい。私ちなみに仕事の日だったら9時に起きたらいいんですけど、おかげでまあ朝からいろいろできますけどね。でも今から北海道動画の編集でもしようかなと思ってますけど、それがね、最近ピナコもね、あいつ地味ないな、嫌がらせが。半分あからさまでしょ、こう手でやってくるとか、舐めたりとか、物落としたりとか。ピナコ今までずっとね、目、三歩がベル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 舐めて、横向いて寝てるけど、目開けたらもう真正面にいるんですよ。真正面に言って、いつって言ってんねん、って言ってたんやけど、最近はね、乗ってんのよ、俺に。上に出てたら、ここに乗ってて、なんか重たい。ってみたら、これピナコいんだよ。こう座ってんだよ、これに。地味に打ってほしい。あれ、もう、そういうのは横向いてたらね、ここにいたからね、布団やからこんもりしてから乗れっからさ、ここにいたからね、あいつ。って言って。なんなん？あんなもん何キロかぐらいしかないと思うんですけど、10分も20分乗られたら苦しいからね。10分も20分乗ってんのか知らんけど、重たいなと思って、なんか微妙に苦しいと思って目覚めたら乗ってるっていう。今も餌やってきたけど、いつも朝8時か9時なんだよね。うちの猫は一応時間決まってるんですか？俺の聞いた時間、これは確定ですね。8時か9時、どっちか。で、夜は7時か8時。この2食なんですけど。あいつは関係ないやん。欲しかったら欲しいなんてことになるからね、欲しかったら欲しいって
うん、早抜くなって廊下に寝てもらうの困るわ。今日は今から北海道動画を2つほど編集して、ゴミまとめてゴミ捨て行って買い物して帰ってこう。買い物しとかなあかんね、絶対に。小麦粉、片栗粉は絶対。あ、たこ焼き粉も買ったかな。あれ、へこんでる。缶がへこんでた。あと何買おうと思ったっけ。酒、うん、飲む酒じゃんね。料理酒、そんなもんかな今欲しいもん。調味料だけで、食材はまだちょっと消費すっか。キャベツ残ってるもんな。キャベツしかないな。キャベツと白菜しかないな。はいというわけで、まあちょっと頭働いてなくて、ハムがうちでだけど、うちは3本ルーヌなんで食べました。というわけでごちそうさまでした。おいしゅうございました。皆様本日一日お仕事がなり、学校あるんか知らんけど、学校なり頑張ってください。教会でした。